始まりました。キャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田さんがゲストをお招きして対談していく番組となっております。では今回も前回に引き続き増田さんをお呼びしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回も田崎よろしくお願いします。引き続き、はい、ね、急遽呼んでまたちょっとね。どうせならいろいろ話聞こうということでね、完成な今回は何の話にします、はい、今回は育成のお話を聞かせていただければと思います。育成ではい、俺も田崎もね今育成年代携わってるしね、はい、これ話で俺もなんかいろいろ聞きたいぐらい、そんな話あんまりしないからね田崎はね。そうですね。うん。田崎のチームは何年立ち上げてジュニアが今年で8年目。お、あ、もう8年経つんだ。はい、ジュニアユース中学生が7年目ですね。おお。はい、なんかさ、何年か前ぐらいだと思ってたけど、まあまあ経つね。そうですね。うん、そうか。なんだよ、ジュニア8なんだよ、ジュニア8。だって俺が自分のチーム立ち上げ当初、ちょっとね、手伝ってもらったんだけどね、毎週金曜日だけ。そうですね。ね、それで、ちょっといろいろね、一緒には携わってたんだけど、そうか、そんな立つか。立ちますね。だって、ジュニアはだって、全国大会ね、行ったじゃん。はい、6年目の時に。行きましたね。すごいね。立ち上げて6年目で全国大会出場。素晴らしいね。いや、もうその全国に出たメンバーが今中学2年生になってて、1人鹿島アントラーズで今チャレンジしてる、ね。あ、なんか連れて行くんですよって言ってた子ね。はい、あとは大分トリニータの方に今 4人ぐらいかな。まあ8人と5人ぐらいで。捉えちゃったんで、うちのジュニアユースも本当は上がってほしかったんですけどね、彼らの。すごいわ。まあ、それはね。可能性はいろんなとこにあるんで。まあ、そうね。すごいね。頑張ってるみたいですよ。すごいわ。だって、ね、いろんな、今あれか、コロナだから。遠征とかはできてない。そうですね、夏休みまではなんとか頑張っていけたんですけどね、遠出はあんまりやっぱりできないですよね。緊急事態宣言が出るまではいけないんで、他県に行くとちょっとデリケートな問題が生じるもんね。そうですね。うちも全然だもん、活動もね、全然できてない状況だからさ、県によっても全然違うもんね、対応がね。そうなんですよね。福岡なんてさ、もう感染者数が今はもう当然減ったんだけど、一時期はね、市の施設とか全部ね、そうなのよ、だから全然活動ができなくて、2ヶ月できてなくて、結局やってきたことがさ、もうね、また最初からちょっと積み上げていかないといけない。子供たちが一番かわいそうなんだけどね、その間に自主トレしかできない。自主トレでさ、俺もなんか体幹とかメニューとかさ、こういうのとかって、できる限り、やってほしいっていうのを言うんだけど、やっぱ個人差出るじゃない、はい、どうしても。やっぱね、もちろんこういう時代だからさ、リモートでちょっとミーティングって形にもしようかなと思ったのになかなかタブレットとか、携帯とかって、いろんなね、家庭によって全然ね、環境が違うから、なかなかできずにいたんだけど。マスのとこは結局活動してない時っていうのはでも2週間ぐらいですかね。でもそんなもんなんだ。はい。一応少年団とかは、それこそトリニータさんとかは一応その学校単位なんで文部科学省のその指示によってとか、教会のスポーツ協会の指示によってちょっとできないっていうのがあったんですけど、一応クラブチームなんで、強制でやめてくださいみたいなのは言われないんですよ。一応、要請、自粛要請、そうね、要請だもんね。まあ、うちも月謝でね、生活してるんで、すべてと、まあ、保証があればそれはね、いいんですけど、そういうわけにもいかないんで、ある程度感染対策をしながら、まあ、その様子を見ながら、休んだっていうところはありますけど、まあ、やっぱりでも、いろんな縛りがあるんで、なかなか思うようにはできなかった。はい。できないよね、あれって。だからやっぱ個人任せになっちゃうの？そうですね、基本的に。言葉で伝えてもね、もう任せちゃうしかないもんね。まあ、あとはこう、こっち側で動画を送って、宿題みたいなのを、もう多分2週間とか3週間やってもできないような技とかそんなのを送ってこれやっとけみたいなね。なるほど。もう1日1個ぐらいずつ全部まあ撮って動画撮って送ったりとかしましたけど。ワースはさ、こう育成、まあジュニアとジュニアSの違いはあれど、まあコンセプトというかさ、どういう基本でこう、そうですね。まあ大きく言っちゃうと。本当こう、まあ、世界までは言っちゃうとあれですけど、まあどこに行ってもこう通用するような基本技術、まあ、テクニックも含めてですね、がこう身につくような選手の育成っていうところですかね。そこにはいろんなこう判断だったり、そんなのもあるんですけど、まずベースとしてしっかりとボール止めて蹴れて運べるようなことができないと上のカテゴリーに行っても通用しないっていうのは分かってるんで、もうジュニア年代からそこはもう徹底的に。もうジュニアのどれぐらいから高学年入ってるのか、低学年からいらっしゃる。そうですね、もうボールフィーリングっていうところを抜きじゃないですけど、もう1年生でも幼稚園から入ってくると思いますね、スクールの中で。それをこういろんなところでボール扱いさせたりとかっていうのはもうやってますんで。なるほど。まあ俺のイメージからしたら、うちのチームでもそうだったけど、ドリブルにこう特化したこう感じのイメージが強いんだけど、自分のチームでもまあここだけはとかって、まあ、ドリブルだけはとかってあるの？自分がやっぱドリブラーだったじゃん。まあ、それはないんですけど、今の、なんだろう、まあ、ジュニア年代は特に8人制なんで、個のドリブルで突破できれば、かなり局面は変わるっていうのは分かってるんですけど、それだけで、じゃあ上のカテゴリーに行ったときに通用するかって、なかなか11人制になったらできないんで。まあそこら辺はこう状況判断の部分になってくるので、しっかりやっぱりパスもそういうところは周りを生かせるようなところは言い続けてますけど、ただこう言いすぎると逆にそれが消えてしまうという難しさと、そこら辺はこうまあなんだろう、指導者の部分で難しい部分かな。選手の特徴、いいところは伸ばしてあげつつも、やっぱりちょっとこう締めるところはこう締めていかないと、それだけに頼ってしまうと後で苦労するなっていうのは当然もう分かってるんで。あれジュニアとさ、ジュニアユースってこう指導の仕方、まあ練習内容とかじゃなく、なんかこう指導の発信の仕方は違う、言い方とか違いますね、当然。強め弱めある、違う。今それこそ中学の部分は今 F リーグのバサジ大分っていうところを監督やってる伊藤監督っていうのがいて、俺が FC 東京の時の一応後輩なんですよ。彼も FC 東京でやって、そこからフットサルの方に転向して、フットサルの日本代表にもなった選手で、府中とかの監督やったりとか、日本代表の女子のフットサルの監督とかやったりとかして、今バサジでやったな、もう結構長いのかな。で、まあそれこそ3年ぐらい前からうちのジュニアユースちょっとお願いできないかっていうのは言ってたんですけど、なかなかちょっとできなくて、今年から、今年の4月から一応コーチとして入ってくれたんで、ちょっと両立してやってくれてるんですけど、ちょっとうちの中でも一回全国出た時に、狭い局面をやっぱ打開するっていうところの難しさがやはりこうあって、ちょっとこうフットサルの要素を入れたトレーニングを入れたいっていうのはずっと思ってて、でたまたま伊藤と話した時に今年から見れますっていうことなんで、今中学生のところはそのサッカーとフットサルを両方こう両立させてやってるトレーニングですね。その練習できる環境っていうのは普通のグラウンドでフットサルの、いや体育館も取ります。体育館もフットサルの練習はフットサルのトレーニング。そうだよね。そこになかなかフットサルを口のグラウンドでってなかなかねイメージつかない。そうですね。まあそこをやりつつ練習の中でまあちょっとこうそういうようなボールと人の動きなんかが出てくると面白いかなと思う。そうだね、絶対両方知っといた方がいいんだよね。そう、まあ、今年からそれはちょっとこうやり始めた、本格的にやり始めたところですね。そうか。